6ヶ月で結婚を決めたいならプレシアへお任せください。オンライン完結なのでスピーディーに結婚へ導きます。詳しくは概要欄をご覧ください。どうもこんにちは、プレシアの木島です。今回は30代男性に向けた婚活成功させるために今から絶対やっておいた方がいい10のことを全て公開していきたいと思います。一番婚活しやすいって言われている30代男性の皆さんにそのチャンスを逃さないためにも正しい婚活をしてもらって、そしてもうできる限りスムーズに結婚を決めてもらいたいっていう気持ちからこの動画を作り込みました。30代男性の婚活はまだまだチャンスありなんですが、子供を希望している方にとっては本気で婚活を始めるべき年齢であり、ここを逃すと倍の労力と時間とお金が必要になる可能性があります。だからこそ30代っていう需要の高い年代で婚活を始め、6ヶ月で結婚を決めてほしいなと本気で思っております。ただ20代の頃のように女性をね、こう顔だけで選んでしまったり、日常生活では手の届かない高嶺の花を狙おうとすると、当然なんですがお見合いが決まらず苦戦することになります。あくまで年齢に関しては需要がありますよっていうだけで、30代男性全員がもう引く手あまたでバンバンお見合いが決まるっていうわけではないので、ここを勘違いしないようにご注意ください。釣り合わない女性とは結ばれないのが現実です。それは日常生活でも婚活でも一緒ですからね。環境を変えれば高嶺の花と接点を持てるっていうのは夢物語であって現実では起こりえません。もし叶えばそれは奇跡なんですよ。私は10年間婚活業界に携わって1000名以上の婚活相談に乗ってきたんですが、その奇跡を目の当たりにしたことは一度たりともありません。婚活で奇跡は起きないっていうことを知った上で現実的な婚活をしてもらった方が皆さんのためになるんです。このように結婚したくて努力しているのにその方向性を間違えているばかりに結婚が遠のいてしまっている30代男性の婚活をここでね、一発逆転させたいと思っております。で、そのためにこの動画を撮影することにしました。だから結婚するために真剣に婚活に取り組んでみませんか。そして自分の市場価値を高めましょうよ。結果にこだわって婚活をするから半年で結婚できるんです。さあ、では一般的に需要はあるけど競争率も高いと言われる30代男性が結婚するには一体どうしたらいいのか。結論、婚活のやり方です。間違いなくやり方、これからお伝えするやり方をちゃんと取り入れてそれを継続することができれば30代で平均もしくは平均以下の男性であっても結婚することができます。お世辞にもイケメンとは言えず年収も300万円台で突出した武器があるわけじゃなさそうな30代男性が半年で結婚できると周りの人たちはね、すごいなとかどうやったんだろうって感じますよね。で、イケメンでもなく高年収でもない平凡な30代男性が短期間で婚活を成功させると世間の人々はザ平均みたいな彼がなんで半年で結婚できたの、めちゃくちゃコミュ力があるっていうわけじゃないのになぜあんなに女性からモテて6ヶ月で結婚を決めていったんだろうかっていろんな考察をし始めるんですが、そのほとんどは無意味で全く役に立たないと言えます。成功した本人ですらね、その成功した理由を説明できず後付けで論理的に考察していくんですが、こちらも全く意味がありません。なぜならライバルの多い30代の中で平均的な条件を持った男性が半年で結婚を決めたってなると、それはもうね、たまたま運が良かっただけか、もしくは気づかないうちに成功するやり方をたまたまやっていただけに過ぎないからです。たまたまハマっただけのものを論理的に考察したところで正しい答えとして出てこないですよね。だから本人ですらなぜ自分は数ヶ月で結婚が決まったのか説明することができないんです。でも私は10年以上婚活業界に身を置き1000人以上の婚活相談を受け、実際に会員さんの婚活を間近で見続けてきました。で、その結果平凡な30代でも短期間で結婚できる人はあることをしているっていうことが分かりました。婚活は高年収、高学歴、高身長、イケメン、コミュ力があってもうスタイル抜群の男性が優遇されて、これに当てはまらない30代男性は苦戦するんでしょって思いますよね。でもそんなことはありません。低年収、低学歴、低身長、そしてブサメン、コミュ力なしで女性経験ゼロの終始おどおどしているような30代男性でもプレシアでは6ヶ月で結婚できた事例があります。それはなぜだと思いますか？
正しい婚活のやり方を取り入れたからなんですよ。その方法知りたい方はいますでしょうか。でこれ残念なことに、これはお金を払って結婚相談所に入ったとしても得られる知識ではありません。なぜなら先ほどもお伝えしたように、数ヶ月で結婚が決まった成功者ですらですよ、なぜ婚活が成功したのか論理的に説明することができないからです。婚活カウンセラーの中には婚活経験者ってたくさんいますよね。で中には6ヶ月で結婚できた経験をもとに会員サポートをしていきたいんだっていう方もいるかもしれません。もちろん婚活経験がない人よりある人の方が会員さんの苦しみとか辛さを理解できるかもしれません。でも会員さんの苦しみを理解するだけでは本当の意味で婚活地獄から救い出すことはできないんです。何度も言いますが、数ヶ月で婚活を成功させた本人ですら自分がなぜ成功したのか分かってません。言語化し論理的に説明できる人が少ないからこそ、頑張れば結婚できるとか、諦めなければいつか報われる、あなたなら大丈夫っていう感情論ベースのアドバイスが当たり前となってしまってるんです。私はここに疑問を持ちました。あなたなら大丈夫っていうのはどんな根拠があって言ってるんだろう。頑張れば結婚できるって、それが本当なら成婚率 100% にならなくちゃいけませんが、経済産業省の調査によると結婚相談所での成婚率の平均は約 10% って発表されてるんですよ。でこれは全体の平均なので、当然条件が平均以下の30代男性なら成婚率はもっと低いことが容易に想像できてしまいます。だから頑張れば結婚できるっていうのは嘘ですよ皆さん。諦めなければいつか報われるっていうのも嘘です。諦めなくても報われず泣く泣く独身を貫いてしまう人は多くいます。この動画を見てくれている皆さんはもうこうしたね、耳障りのいい薄っぺらいペラペラなアドバイスに騙されないようにご注意ください。30代男性は需要がありますが、それはあくまで30代っていう年齢だけの話ですからね。また結婚相談所に登録している男性のボリュームゾーンも30代っていうこともあって、もうライバルも強敵です。この事実を受け止め理解した上で、今の自分にできる努力があれば全てしたいって前向きに考えることができる方だけこの動画を最後まで見てください。でも残念ながら動画を見るだけではあなたの未来は変わりません。動画を見てその通りに実践する、ここまでがセットですよ。知識をインプットするだけではもう何も変わりませんので、必ず行動をセットにしてください。また IBJ が発表している2022年度の成婚白書によると、30代前半男性の成婚割合は全体の 25.1%、 30代後半男性の成婚割合は 28.3% と、全ての年代と比べて圧倒的に高い結果となってます。そのため30代は年齢だけで言えばめちゃくちゃ有利であり、結婚できない理由はないぐらい優遇されていると言えます。実際にこうした結果が出ているので、30代のあなたが結婚できていないのは年齢のせいじゃないっていうことがはっきりしてます。では何が原因で30代男性は結婚できないのか、私はその答えを知っていますので、今からお伝えする10の方法を理解した上で即実践いただければ30代平凡男性でも6ヶ月で結婚ができます。ぜひ最後までご覧ください。それでは本題です。30代男性が絶対にやっておいた方がいいこと、その1、本当に結婚したいかを考える。婚活をする前に、そもそも自分は本当に結婚したいんだろうかっていうのを冷静に考えてみましょう。ここが揺らいでいると、婚活を始めてちょっと辛いことがあった、気に入っていた女性からお断りが入ったっていうだけで結婚を諦めてしまいます。今までの30何年間結婚と縁がなかった男性が婚活をスタートしたからといってすぐにタイプの女性と結婚できるなんてことはありませんからね。それなりの苦労は必要ですし、一筋縄ではいかないのが婚活なんですよ。だから婚活を始める前に本当に結婚したいのかをちゃんと考えるべきです。今の年齢になるまで結婚しなかったことには理由があるはずなんですよね。仕事を優先していた、趣味を優先していた、彼女から結婚を迫られたけど自由な時間とお金を手放したくなかったから別れを選択してしまった、こうした結婚しなかった、あるいは避けていた理由を整理した上で、それでも自分は結婚したいのかっていうのを再確認していきましょう。そしてそこまで結婚したいと思ってない、ただ周りに流されているだけだったっていうことがもし分かればね、わざわざお金かけて婚活をする必要もなくなります。
反対に結婚したい気持ちを再確認できたぞってなれば、そのまま婚活をすべきです。20代の頃は自分だけに使えるお金と時間があることが最高の幸せだと思っていても、年齢を重ねて30代になると自由イコール幸せっていう方程式が崩れることもあります。自由だと思っていたことが不自由に感じ、幸せだと思っていたことが不幸せに感じることもあるんです。これは年齢を重ねることでいろんな経験をして自分の考えも変わった証拠なんです。だから20代の時には避けていた結婚でも、30代になると無性にしたくなる男性が増えるのもうなずけます。皆さんはいかがでしょうか？20代に比べ心境の変化ありましたか？私は結婚したいと思っていない人に婚活を強要するつもりなんてありませんし、結婚することだけが幸せだとも思っていません。もう100人いればね、100通りの幸せがあるわけで、その中には独身を楽しむ人もいれば結婚する人もいて、結婚しても子供を望まない人もいれば望む人もいるわけですよ。結婚して子供がいる夫婦が 100% 幸せでね、子供のいない夫婦は 50% しか幸せじゃないっていうことはありませんよね。みんなもそれぞれの基準で幸せを感じています。私もその一人であって、皆さんもそうです。だから結婚することが幸せに結びつかないなら、無理して結婚する必要はないんです。だから婚活をする前に、まずは自分の気持ちを整理していただきたいです。方向性がバシッと決まって結婚したいんだってなれば、迷わず婚活をスタートできます。そこにちょっとでも迷いがあるんだったら、婚活アプリに登録しても気が進まなかったりとか、結婚相談所に入会申し込みをしたのに途中でなんか怖くなって逃げ出すようなことをしてしまうんですよね。で、中途半端な気持ちで行動すると、自分にとっても周りにとっても迷惑なだけなので、自分と向き合い、どうしたいか、今後の人生についてちゃんと考える時間を設けるべきです。婚活をして半年で結婚を決めるには生半可な気持ちじゃ無理なので、まずは自分と向き合って結婚したいっていう気持ちを強く持ちましょう。30代男性が絶対にやっておいた方がいいこと、その2、10年後を想像する。結婚したいって方向性が決まった後は、10年後になりたい自分を想像してみましょう。本気で結婚するぞと意気込んで始めた婚活でも、いいなと思った女性から即お断りが届くと、どうしてもがっかりしてしまいますし、気持ちも落ちてしまいますよね。辛い環境から逃げ出したいっていう衝動に駆られて、もうその勢いのまま結婚相談所を退会してしまう人もいるほどです。ただ一時の感情で行動してしまうと必ず後悔します。なぜなら逃げるように退会した方は3ヶ月から6ヶ月後にまた再入会を希望してくるからなんですよ。やめずに婚活を続けてたら今頃結婚が決まっていたかもしれないのに、時間がもったいないなって心の底から私は思ってしまいます。こうした行動を取ってしまう人は結局今しか見えてないんですよ。10年後自分はこうなっておきたいって想像できている人はそれに向かって突き進めるので、ちょっとやそっと辛いことがあってもそれだけでは婚活をやめるっていう選択はしないはずです。ここが想像できていない人は周りの環境に流されるまま婚活をしたりやめたりして、もうフラフラしてしまってね、婚活が結局長期化してしまいます。じゃあ10年後を想像するっていうのは具体的にどうしたらいいのかなんですが、今のまま独身を貫き、自宅と会社の往復をしつつ、休日は昼まで寝て1日ゴロゴロして過ごし、趣味にお金と時間を使う、そんな生活を10年後もしていたいのか、もしくは結婚して2人の子宝に恵まれ、毎日忙しく自由に使えるお金は少ないながらも、もう心が満たされて家族に必要とされる存在になっていたいのか、人によって理想とする未来は変わると思います。だからこそ具体的に10年後をイメージして、自分はその未来をつかむために今頑張ってるんだってモチベーションを維持する材料にしてほしいんです。婚活を始めて3ヶ月経つとうまくいっていない人は特にね、何のために婚活してるんだろうって婚活意欲が低下してしまうタイミングが必ずやってきます。婚活って別にやってもやらなくても生死に関わるものじゃないし、結婚しなくたってね、この今の日常がずっと続くだけなので、めっちゃ困るっていうわけでもないじゃないですか。だから辛く苦しい婚活から逃げたくなるわけなんですが、逃げて後悔しないなら
どうぞお逃げくださいって感じです。ただ逃げて後悔する人が多いので、逃げる前に一回冷静になって10年後のことを考えてみませんかっていうことなんです。私は2013年25歳の時にこの結婚相談所を起業したわけなんですが、その時はね、もうこの仕事だけで生活できるようにまずは月100万円目指して頑張るぞっていう目標を立てました。もちろん右も左も分かんない状態からのスタートだったので、すぐ軌道に乗ることはなかったんですが、2年目から徐々に会員さんが増えて、結婚相談所のお仕事だけで十分生活ができるようになりました。さすがに1年間ね、ほぼ無収入だと多くの方はモチベーションが下がって開店休業状態になり、本業に逃げてしまって副業である相談所を放置してしまうんですが、私はね、もう最初にこうなりたいんだっていう目標を持っていたので、諦めずに1年間そこから突き進むことができました。会社員時代は同じ時間に起きて準備して出社して朝から晩まで働いてね、もうくたくたになって帰宅し、ご飯を作って食べ、お風呂に入り、もう倒れ込むようにして寝る生活。私にとってはこれがとても苦痛で耐えられなかったんです。そうした経緯から25歳で起業したわけですが、もうね、二度と会社員には戻りたくないって考えていたので、死に物狂いで集客の勉強をして会員さんを集める努力をしました。やってもやっても成果は出ず、反応もないまま1ヶ月2ヶ月と経過すると、もうさすがにね答えたんですが、それでも私は自由な生活を手に入れたいって揺るぎない目標があったので、気持ちがふらつくこともなく全ての時間を仕事に当てていました。私の場合も別に起業で失敗したとしてもね、借金をしていたわけじゃないんで、会社員としてまた働けば生活できるしっていうね、逃げ道はたくさんあったわけなんですよ。でもその生活から抜け出したい、自分の理想は別のところにあるんだって思っていたから頑張れたし、その未来に今一歩ずつ近づいているんだと思えたから諦めずに来れたんだと思います。皆さんも今の生活と理想の生活がイコールになっていないなら、まずはそれをノートに書き出してみましょうよ。今の生活、そして10年後の理想の生活で、何もしなければ今の生活が10年後も続くだけ、もしくは悪化するだけです。頭の中で考えるより、こうして書き出して壁にペッて貼っておくとね、もう常に目に入るので忘れません。自分は何のために婚活をしているのか見えなくなるのは仕方ないんですが、その時に初心を思い出せる環境に身を置いておくことも大切です。私は毎日見るパソコンに100万円と書いた付箋をペッて貼ってね、もうひたすら作業していました。今思うとその時が一番頑張っていたように思います。皆さんにも婚活しない人生を選択してほしいので、感情で動くんじゃなくて頭で考え、冷静になって判断できる環境にしておいてほしいなと思います。30代男性が絶対にやっておいた方がいいこと、その3、コミュ力の向上。これは婚活だけではなく全ての面で役に立ちます。40代で身につけるより30代で身につけておいた方がいいですし、コミュ力が向上してデメリットになることは一つもありません。もうね、メリットだらけですからね。仕事でもプライベートでも婚活でも大いに役立ってくれます。現にハイスペではない男性でも、コミュ力があればお見合いから高い確率でプレ交際へ進みます。ハイスペはお見合いは決まりやすいんですが、コミュ力なければプレ交際には進めません。もちろんハイスペでコミュ力抜群であれば最強なんですけど、なかなかね、その全てを兼ね備えている人はいないので、イケメン、高学歴、高年収でない男性なら、もう今のうちからコミュ力を磨いておくことが先決です。そうすればたとえブスでもね、コミュ力でカバーされて結婚することができます。そして今まさに自分はコミュ力はある方だって思っていたそこのあなた、本当にそれはコミュニケーション力でしょうか。よくある勘違いとしてね、人見知りをしないとか、話の引き出しが多い、よく喋る、大勢の前で緊張せず話せる、一方的にアドバイスする、これらをね、コミュ力だと思っている男性がいるんですが、それは間違いです。人とのコミュニケーションで大事なのは、相手の言うことを正しく理解して、相手にも正しく理解してもらうことです。
そのため一方的にバーってね自分ばっかり話したりアドバイスをするような人は決してコミュ力が高いわけではありません。ただ周りを気にせず一人で喋り続けることができる忍耐力のある人っていうだけです。コミュ力が低いのに高いって勘違いしている男性はお見合いでもことごとく失敗しお断りをされてしまいます。でこれはあるあるなんですけど、男性側は楽しかったので女性とまた会いたいと返事をしたのに対し、女性側は男性の話ばっか聞かされて楽しくなかったし苦痛だった、もう二度と会いたくないっていう理由でお断りをされるパターンですね。自分が話していることに対して女性がねうんうんって笑顔で聞いてくれていたからといって女性も楽しんでいたとは限りませんよね。興味ない話をされたからといってつまんなそうにしていたは失礼なんで、女性は大人な対応をしているだけなんですよ。だから自分はすごく楽しかったのにお見合い後お断りされた経験がある男性は女性の方が一枚上手だった、楽しませていただいていたんだっていうことに気づくべきです。これに気づけない男性はいつまで経ってもお見合いで自分の話ばかりペラ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 してしまって女性へつまらない時間をプレゼントし続けることになります。お互いにとっていいことではありませんので、自分のコミュ力は低いんだっていう事実を受け止めてほしいです。正しく受け止めることができればコミュ力を上げるために努力ができますよね。ただし会話力や雑談力は一朝一夕で身につくものではありませんので、日常生活から意識して過ごす必要があります。エレベーターで一緒になった人に自分から挨拶してみるとか、レジの人にも挨拶をするっていう小さいことから始めてみましょう。女性と話すことに慣れてないなら相席屋とか婚活パーティーに行くと簡単に女性とお話ができるのでおすすめです。ここで大切なのは目の前の女性に興味を持つことです。興味を持たなければ聞きたいことも出てこないので、もうシーンってね沈黙になったり、女性に気を使わせて喋らせてしまうことになるからです。質問内容はね何でもいいんですよ。今日は仕事終わりなの？とか、普段からお酒を飲むの？何のお酒が好きなの？明日は仕事？どんな仕事してるの？なんでその仕事を選んだの？などなど、相手に興味を持ち知りたいなって思えばもう自然といろんな質問が出てきますよね。女性はそうした質問をされると自分に興味を持ってくれていると感じて非常に嬉しくなります。そして質問に答えてくれた女性に対して決して否定はせずに共感もしくは肯定をするようにしましょう。例えばお酒が大好きで毎日飲んでいると女性が答えてくれたとしてね、女の子なのに毎日飲んでるの？体に悪いし印象も悪いからそれ控えた方がいいよって言ってしまうと終わりですよ。せっかく答えてくれたのに否定してどうすんのよって感じですよね。だからこんな風に共感をしてあげてください。ああわかる、仕事終わりの一杯って最高だよね、お酒飲まないと一日が終わらない気がするもん、っていう感じで共感するだけで女性は自分と似ている自分の味方だと感じます。もしお酒が苦手で共感できなかったとしても否定はせずに肯定しましょう。お酒好きなんだね、今日もすっごい美味しそうに飲んでるもんね、お酒が飲めるって思ったら毎日の仕事も頑張れそうだね、っていう感じですね。自分がねお酒飲めないからといってお酒が好きな相手を否定するのはもう言語道断です。自分の趣味を真っ向から否定されるといい気持ちがしないように、女性が好きだと言っているものをバカにしたり否定する発言をするともうその瞬間女性はあなたに対して分厚い壁をパシッとね1枚挟むことになります。それ以降あなたがいくら努力しようがその壁を突き破ることはできません。そりゃそうですよね。自分の好きなものを会って間もない段階で否定してくるような男性とどうにかなりたいと思う女性はいません。会話は自分中心に回すんじゃなくて女性を中心に回していくと好かれます。知識だけつけてもコミュ力は磨かれませんので、磨かれる場所に強制的に身を置くことが手っ取り早いと言えます。30代男性が絶対にやっておいた方がいいこと、その4、貯金。恋愛とは違い、結婚を見据えた交際になる分、早い段階で貯金額をチェックされることがあります。もともと倹約家の男性ならいいですが、お金がかかる趣味があったり、収入に見合わないような高級車に乗っていたり、時計を持っているような男性は、ちゃんと将来のこと考えてるのかなって女性は不安に感じることがあります。そうした不安からあなたに対して貯金額を聞いてくるんですよね。実際にプレシアの男性会員さんも女性から貯金額を聞かれたケースは多々あります。30代の男性会員さんは父親に代わって借金を返済していたため貯金はゼロでした。40代の男性会員さんは将来を見据えて途中大学に進学したため貯金は100万円弱でした。
女性に質問された時にこうした理由のため貯金がないことを伝えるとあっけなく振られてしまったことがあります。ただ最終的に理由を理解して貯金がなくてもこれから一緒にすればいいっていう考えを持った女性と出会い、2人の男性は結婚が決まりました。そのため一概に貯金がないと結婚は無理だよっていうことはないんですけど、その理由によると言った方が正しいかもしれません。なぜなら今紹介した男性は2人とも貯金ができなかった理由があって、その理由を理解してくれる女性が現れたから結婚できたのであって、その理由が誰が聞いてもそりゃねえだろうっていうものだったらどうでしょうか。先ほど伝えたように収入に見合わない車を購入したばかりに収入より支出が上回って貯金ができていないとか、いいと思ったら制御できなくなってもうどんな高いものでも衝動買いしてしまう、見えっ張りな性格だから後輩には毎回ご馳走しているなど、女性の多くが理解できない理由だと、それが原因となって結婚まで話が進まない可能性も出てきてしまいます。だからなんとかまだ間に合う30代のうちに貯金を少しずつしておいてほしいんです。ちなみに金融広報中央委員会によると2019年の30代平均貯金額は359万円、中央値で77万円となってます。平均貯金額と中央値に282万円の開きがあることから、30代で貯金している人としていない人の差が大きいことが分かりますよね。ただ中央値だと77万円なので、今から頑張れば貯金できそうな額ですよね。まずはもうここを目指して今日から貯金を始めましょう。ただ婚活のためだけに貯金をするっていうわけじゃなくて、人生何が起こるか分かんないので、ある程度の予備資金があるに越したことはありません。私の実家は裕福ではなくて、幼い頃からお金の大切さを感じながら育ってきたので、高卒で就職してからは何かあってもいいようにある程度の貯金を蓄えてたんですよね。引っ越す時とか急に仕事を辞めた時など大きなお金が必要になったり、嫌な仕事をお金気にせずスパッて辞められたのはやはり貯金があったからこそだと思っております。ただ全てを我慢してね、貯金するべきっていうことではないので、毎月の収支を見直して不要なものを削ってその分貯金に回すっていうすごく当たり前のことをまず取り組んでほしいって思います。必要以上にかけすぎている生命保険ないですか？使っていないのに毎月かけているサブスクサービスありませんか？反対に不用品が家に転がっていることありませんか？メルカリやジモティで売りに出せば不用品がお金に変わることもあります。出ていくものを見直し、使っていないものを売ることですっきりします。大きくドカーンって貯める必要はありませんので、日々の生活から見直していくと散財体質から貯金体質へと変化していきます。女性が見ているのは貯金額でもあるんですけど、男性のお金遣いであって将来性でもあります。今までは何にも考えずにあるだけ使っていた男性でもね、もうこれを機に見直し改めれば今のその姿勢を女性は必ず評価してくれます。ちなみに婚活女性にヒアリングしたところ、30代男性には300万円ぐらいの貯金はあってほしいっていう意見が多かったです。年収が400万円なのに1年で300万円の貯金をするのは現実的ではありませんので、もう毎月決めた額を貯金に回すっていうのがベストかと思います。毎月5万円なら1年で60万円、ボーナスが2回あってその月は10万円ずつ貯金をすれば1年で80万円となります。そうすると1年で貯金の中央値である77万円に到達しますよね。こんな風にある程度の目安を決めておくと甘い誘惑にも打ち勝つことができます。貯金をすれば結婚できるっていうわけではありませんが、貯金がゼロだとそれが理由で女性が不安になり関係が崩れる可能性がありますので、その可能性を限りなくゼロにするために今からちょっとずつ貯金をすべきだっていう結論になります。さすがに40代50代に突入して貯金が100万円しかありませんってなるとね、かなり危険ですよ。そのため30代の今のうちから貯金体質に変わることが自分自身のためだと割り切っておくといいでしょう。もちろん自分は貯金するより収入を増やすことが得意なんだっていう人はもうどうぞね、ガンガン稼いじゃってください。稼ぎが増えればそれを使い切ることの方が大変なので勝手に貯金は増えていきます。貯金が苦手な方は収入を増やすっていう奥の手もありますので、どちらかできそうな方を選んで進めてもらったらと思います。
30代男性が絶対にやっておいた方がいいこと、その後、一人暮らし、30何年間実家暮らしの男性より、一人暮らしの男性の方がもう無条件で評価されます。なぜなら、一人暮らしをしている男性は自立しており、家事など最低限のことはとりあえずできるんだろうなっていう目で女性から見られるからです。一方、実家暮らしの男性は、学生の時から親子の関係は変わっておらず、身の回りのことを今でも親にしてもらっているのかなって、勝手に女性からイメージをされてしまいます。もちろん実家暮らしと一言に言っても、もういろんな事情があると思うんですよ。それこそ学生の時のままでお金も入れず、家事炊事すべてを親に頼りっきりの子供部屋おじさんもいれば、親の代わりに家賃払って家計を支えている男性もいますし、親の体調が悪いため実家から離れられないっていう事情を抱えている人もいるでしょう。ただこうした事情のある人はごくごく少数であって、多くは親に頼りっきりで自立ができていない男性なんです。だから婚活女性も実家暮らしの男性に対する目が非常に厳しくて、一人暮らし男性の方がいいって希望するのだと推測できます。もし事情があるんだったら納得してもらえるようにプロフィールに掲載すべきですし、実家にいなければいけない特殊な事情がない限り、30代の今のうちに一人暮らしをすべきだと感じます。一人暮らしをするデメリットといえば、お金がかかることぐらいでしょうか。でも一人暮らしをしていたおかげで婚活がスムーズに進んでね、半年で結婚が決まれば婚活費用がその分浮きますよね。反対に実家暮らしが原因でお見合いが決まりにくく婚活が難航してしまえば、その分婚活費用がかさみます。年齢を重ねるほど婚活は不利になるので、ようやく重い腰を上げてね、中途半端な時期から一人暮らしをしなきゃいけなくなるんだったら、最初からしてた方が効率的とさえ感じます。こうした傾向から、今の婚活女性は男性に対して家庭的な人を求めているように思います。結婚したら家事炊事育児を当たり前のようにしてくれる男性と結婚したいって思っているということなんですよ。結婚後共働きを希望している男性なんだったら、なおさらやらなければいけません。昔は結婚したら男性が大黒柱になってお金を稼ぎ、女性は家を守るっていう役割があったんですが、今は結婚しても女性が専業主婦になることは少なくて、共働き夫婦がほとんどです。男性が一人で担うべき役割を女性もやってくれているなら、当然女性が一人で担うべきであった家のことも男性がやるのは当然です。自分の役割を手伝ってもらっているのに、女性がやるべきことは手伝わないでは、あまりにも不公平ですよね。女性は結婚後も働くつもりでいますし、男性の収入だけに頼って専業主婦になろうって思っている人はごくごく少数です。それぐらい女性は結婚っていうものを現実的に見ています。だからこそ今の段階で最低限の家事ができる男性を選んだ方が、結婚後楽になるって無意識に考え、その基準として一人暮らしをしている男性がいいっていう条件に置き換わるんです。僕は料理ができます、家事が得意ですとプロフィールでいちいちアピールしなくても、現在一人暮らしですって記載するだけでオールオッケーなんですよ。反対に実家暮らしなら、大いに家事炊事ができることをアピールする必要がありますし、なぜ30代なのに実家暮らしなのか、女性が納得できる理由も合わせて添えた方がいいでしょう。お互いそうなんですが、結婚したら苦労しそうだなって1ミリでも感じるお相手とわざわざお見合いしようとは思いませんよね。30何年間一度も実家を出たことがなくて、全てを親任せにしている男性と結婚したらって考えるだけでもうゾクッとしてしまいます。女性は家政婦になるために男性と結婚するわけではありません。あくまで自分が幸せになるために結婚っていう手段を取るんです。ということは、1ミリでも不幸になりそうな要素がプロフィールから垣間見れる男性を選ぶことはありえないっていうことです。皆さんもそうですよね。お見合いを申し込まれた女性のプロフィールにですよ、一人暮らし経験はありません、現在はアルバイト勤務で父が経済的に支えてくれてて父の扶養に入ってます、ただ毎月お小遣いをもらえるためお金に不自由はしておりません、こうした内容が掲載されていたらどう思いますか。こんな女性と結婚したら、次は自分が父親代わりに女性を経済的に支えなきゃいけないって感じるんじゃないでしょうか。そんな女性より、現在一人暮らしです、結婚後も仕事を続けたいと考えていますっていう女性の方が男性としては安心するんじゃないでしょうか。結婚してもその負担が自分一人にね、どしっとのしかかることはないって思うから安心するんですよね。皆さんのプロフィールは女性を安心させることができる内容になってますか。一人暮らしなんて思い立ったらすぐできますよね。
敷金・礼金ゼロ、家具・家電付きの賃貸物件もあります。そこに明日からパオーンって住むだけで、プロフィールに一人暮らしって書けるならやらない手はありません。そして家庭的な男性は婚活市場でモテます。そのために一人暮らしは必須なので、30代の今のうちに絶対やっておいた方がいいと言えます。30代男性が絶対にやっておいた方がいいこと、その6、ターゲットに刺さるプロフィール作成。皆さんはどんな人と結婚したいですか？こう質問すると、若くて美人がいいっていう回答が返ってきます。だからといって、僕はこんな人と結婚したいんだ、こんな人が希望だって自分の主張を全面的に押し出してしまうと女性から嫌われます。プロフィールにこんなことを書くと 100% 嫌われるんですよ。だから自分の希望を書くべきではありません。婚活をして短期間で結婚を決めたいなら、もっとうまくやりませんか？もう正直者はバカを見る時代ですよ。バカ真面目に自分の希望をプロフィールに書いたって嫌われて終わるだけです。じゃあうまくやるためにはどうしたらいいかっていうことなんですが、今から教えますね。まず、どんな人と結婚したいかじゃなくて、あなたにとってどんな結婚生活だったら幸せか、そこをまず軸に置いていきましょう。そして、そんな結婚生活に馴染むであろう女性はどんな人なのか、その女性があなたが結婚すべき相手であって婚活で探す相手となります。例えばなんですけど、子供は2人欲しい、日曜日は家族でお出かけしたりピクニックに行って楽しみたい、子供の参観日は夫婦2人で行って子供の成長を共に喜びたい、こうした結婚生活が自分にとって理想的だと考えていたとしてね、年下の美女と結婚したら、この生活が高い確率で手に入ると思いますか？私はそうは思いません。もっと高確率で手に入る方法があるからなんです。プロフィールに書くときは、自分が理想とする結婚生活を書くべきです。結婚後は家族との時間を大切にしたいと考えています。例えば週1回みんなでお出かけしたり、一緒にたこ焼きを作ったり、特別なことをしなくても一緒にいるだけで楽しく幸せを感じられる家庭にしたいと考えています。そのために自分自身も仕事ばかりではなく、普段から率先して家のことをするつもりですし、どちらか一方に負担がかからないよう都度話し合いながら分担していきたいと思っています。こうしたことを自己 PR に掲載すれば、これに共感した女性がお見合いをOKしてくれるようになるんです。もし子供を望んでいなかったり、家族の時間が一番大切であり、週1回は一緒の時間を過ごすべきだって考えてない女性なら、このプロフィールを見て逃げていくことでしょう。婚活を効率的に進めるためにも、全女性に刺さる内容にするんじゃなくて、あなたの理想の結婚生活に共感してくれる女性にだけ興味を持ってもらい、会いたいと思ってもらえるような内容に仕上げることが重要です。100人の女性と出会えても結婚観が違えば、もうその先には進めませんし、たった10人の女性としか出会えなくても、最初から全員と結婚観が同じなら、その中の1人とスムーズに結婚が決まる可能性は十分にありえます。労力も少なく短期間で結婚が決まる方がいいですよね。そのためにはターゲットに刺さるプロフィールが必要となります。ビジネスでは当たり前のことでも、婚活になるとここが見えなくなっている人が多いので不思議です。最初から結婚観が真逆の人とお見合いしたって意味がありません。話し合いを重ねれば折り合いがつくことはあるかもしれないんですが、大変な労力ですよね。時間もかかります。それより最初から理想の結婚像が同じであり、それに馴染む相手を探していたら、それについてすり合わせる必要もありませんし、折り合いをつける必要もありません。トントン拍子に結婚の話が進んでいきます。皆さんのプロフィールは自分の希望ばかりを掲載している自己満足な内容になってませんか？あんな人がいい、こんな人がいいって書くのは自由なんですが、書いたからといってその通りの女性とお見合いができて結婚できるわけじゃありませんよ。プロフィールは何のためにあるのか、本来のプロフィールの内容を正しく理解している相談所なら、その重要性を知っていますし、添削せず会員が書いたままをポーンって公開するっていう危険な行為は絶対にしないはずです。皆さんのプロフィールはきちんと相談所の添削入ってますか？もしくはこれから入会しようとしている相談所には、そのプロフィールの添削はついてますか？プレシアでは当然添削はしていますし、選ばれる内容にするべく会員さんにもしっかりと協力していただいております。徹底的に磨き上げ、選ばれるプロフィールの統計が取れたからこそ、プレシアでは最初から会員さんへ的確なサポートができております。
実際に他社から移籍された30代男性のプロフィールを作り込んだことで、お見合い成立率 2% から 6% まで引き上げることができました。ちなみに一切年齢重ねていて年収は変わっていないっていう条件の男性でした。婚活ではもう年齢重ねるほど不利になるって言われているので、本来ならこのお見合い成立率が下がる傾向にあるんですが、条件的に不利になったにもかかわらず、プレシアに移籍後お見合い成立率が 4% も向上したことに会員さん自身が一番びっくりしていました。だからこそプロフィールの重要性にまずは気づいていただき、改善してほしいと思います。30代男性が絶対にやっておいた方がいいこと、その7、婚活市場価値を知る。そもそも結婚相談所では何人の女性に申し込んだら1件のお見合いが決まると思いますか？ここを知らずに婚活を始めてしまうと、必要以上に落ち込んで3ヶ月で挫折してしまいかねません。2021年に IBJ から公表されたデータによると、2020年のお見合い成立率は 6.4%、 2021年は 6.3% っていうことで、いずれも 6% 台にとどまっております。ズバ抜けて年収高かったり20代と若くイケメン男性っていうんだったら、お見合いがこうバンバン決まるでしょうが、全てにおいて平均値の男性であれば、100人申し込んで6人の女性とお見合いが決まるのは妥当と言えます。それなのにね、10人とか20人しか申し込んでないのに3人の女性から連続でパンパンパンって断られたからって落ち込んでしまって、退会しますって言い出してしまう男性は、もう最初からね、こう自分を高く見積もりすぎていると言えます。この数字をしっかり把握して、そんな簡単にお見合いは決まらないんだっていう大前提のもとね、申し込みをすれば必要以上に落ち込むことはありません。ちなみにこれは全体の数字なので、男女でも異なりますし、年齢でも変わってきます。20代後半男性のお見合い成立率は8.6% なのに対して、30代前半男性は 7.7% と 0.9% 下がり、そして30代後半男性に至っては 6.6% と 1.1% も下がってしまうんです。このデータからも分かる通り、婚活は男性であっても若いうちからスタートした方が有利になると言えるんです。年齢を重ねてスタートする婚活に有利な点は一つもございません。もうね、デメリットだらけですからね。その理由は最後の項目でお話ししますので、今まさに婚活を先延ばししている方は後悔しないためにも必ず知っておいてほしい内容です。結婚したい気持ちがあるなら1歳でも若いうちにさっさと始めましょうって、私はね、しつこく皆さんにこの動画で伝え続けてます。それぐらい婚活と年齢は切っても切り離せない関係があるというわけです。30代前半男性が1人の女性とお見合いを決めようって思うと、13人への申し込みが必要となり、30代後半男性は16人への申し込みが必要となります。月5件お見合いを決めるには、30代前半男性は65名へ、30代後半男性はさらに15人増えて80人もの女性に申し込みしなくちゃいけなくなります。30代だけでもこれだけの差が出てくるので、40代になるともっと差が出始めて、40代前半だと93人、40代後半だと114人もの女性へ申し込みが必要になります。年齢だけでこれだけの差が出るっていうことをね、まずは知っておいてください。さらに年収や見た目、学歴に居住地など条件をね、こう掛け算していくと、お見合い成立率が下がってしまう男性はたくさんいると予想できます。考えるだけでもうなかなか大変ですよね。でもこれが現実であり、相談所に入った途端すぐ女性と出会いデートができると思わない方がいいんです。ここを勘違いしている人が多いので、仕事が落ち着いてからスタートしたいなとか、半年後ぐらいに転職考えてるから、それが決まって落ち着いてから婚活を始めたいなって、どんどんね、先延ばしにしてしまう人がいます。婚活を始めたからといって、そんなすぐお見合いなんか決まりませんし、デートもトントン拍子には決まらないですよ。婚活をすると一気にね、バーンって出会いが増えて忙しくなるなって思いがちなんですが、残念ながらそんな男性なんて一握りです。私が知っている限り、30代前半の医師、40代前半の開業医、20代大企業勤めの高年収男性、30代後半大企業勤めの役職クラスの男性は、登録した途端ね、100名以上の女性からバッと申し込みが殺到したケースもありますが、30代中小企業勤めで
年収300から400万円前後の男性には、まあ、ちらほら申し込みが入る程度でハーレム状態になることはありません。皆さんが考えている3倍は難しい世界だと思った方がいいでしょう。ただもっと効率よくお見合いを決める方法を私は知っています。10年間婚活業界に携わったことではっきり見えてきたものがあります。それなのに大手含め過半数の相談所はあることに力を入れていないどころか会員に丸投げ状態で放置しているところもあります。そしてもう一つ試験的に始めたサポートがプレシアでは大当たりし、会員さんのお見合い成立率に大きく貢献した方法があります。プレシアで取り入れているお見合いを効率的に決める2つの方法、知りたい方はいらっしゃいますでしょうか。この2つを手に入れるだけでお見合い成立率は少なくとも 3% はアップするんです。本気で未来を変えたい方は即取り入れてください。まず一つ目はプロフィールを徹底的に作り込むこと。プロフィールの重要性に気づいている相談所は必ず添削を行うんですが、気づいていないところは会員に丸投げで添削すらせずそのまま公開するぐらい超適当に扱ってます。プレシアではお見合い成立率にプロフィールが大きく関わっていることを十分理解しているので、会員さんにも共有した上で自己 PR に関してはこちらが指定した5項目に関してエピソード付きで考えてもらってます。提出いただいた文章をこちらで最適化して女性受けするような内容や微調整をしてプロフィールを完成させるので、文章が苦手な方でも安心していただいております。過剰書きとかです、ますなどの作文じゃなくて、この文章を読むことでその人の背景がイメージできるようなエピソードを添えるっていうのがポイントです。皆さんはプロフィールの本来の目的知ってますでしょうか。目的を意識して行動しなければ6ヶ月という短い期間で結婚することは難しいんですが、プロフィールの目的何だと思いますか。正解は女性に興味を持ってもらうことです。大切なのでもう一回言いますよ。プロフィールの目的は女性に興味を持ってもらうことです。これを知っていればプロフィールに共働き希望とか転勤族なのでついてきてほしい、経済的に自立している女性希望、無宗教の女性希望なんて相手に求めるものをバーッとね羅列することはしないと思うんですよ。こんなことが書かれたプロフィールを見てね、わあ素敵、会いたいわなんて思う女性はいません。興味を持ってもらわなければ会いたいとすら思われないわけで、その段階に行ってないのになぜ僕はこんな女性を希望しますって書いてしまうのか心底不思議です。書く項目があるから書いてるだけですよって言われそうなんですが、差をつけたいんだったらここで工夫すべきですよ。相手への希望条件っていう項目があるからといってもうバカ正直に書いてちゃダメってことです。そして興味を持ってもらって会いたいっていう気持ちにまで持っていくには、あなたのプロフィールを見て女性が抱くであろう不安を先回りして取り除いてあげる内容に仕上げておくといいでしょう。30代で年収が平均以下の男性やバツイチ実家暮らしの男性は女性がプロフィールを見た時に感じる不安が多々あります。その不安を解消してあげるようなことをプロフィールに書いておけば一瞬不安にはなるんだけど、なるほどこういう理由なら仕方ないなって女性は納得してくれます。そしてその不安が解消されれば会ってみたいなっていう気持ちが芽生えてくるんです。これが不安だけが残るプロフィールになってたら女性は会いたいっていう気持ちにまでなってくれません。なぜなら結婚を意識しているからです。結婚したら苦労しそうだなって感じる男性とわざわざ会おうとは思いません。もちろんそれを上回る圧倒的な魅力が皆さんにあれば別なんですが、残念ながらそうした男性は片手で数えるぐらいしか私は出会ったことございません。今お伝えしたことを念頭に置いた上でプロフィールを作っている相談所とやっつけ仕事でね会員に丸投げしている相談所でお見合い成立率が同じわけありませんよね。たとえ同じ連盟に加盟してようがデータベースは同じだろうが、こうしたサポート内容で婚活結果に差が出るっていうことは知られているようであまり知られていない事実です。2つ目は婚活市場価値を知る。大前提として知っておいていただきたいことがあります。それは自己評価と他者評価では20点の開きがあるということです。自分は見た目や年収含め平均以上だから80点ぐらいかなって思っている人は、他人から見た評価は60点であるっていうことです。自分は80点だと思っているから80点の女性に申し込んでしまうんですが、これだとお見合いが決まりません。60点の男性が
80点の女性に申し込んでいるわけなので、お見合いが決まらないのも当然というわけです。参考までにプレシアで実施した自己価値診断チェッカーの詳細を初公開していきたいと思います。30代前半男性、年収400万円で大卒、容姿は普通、165センチの初婚、お酒は飲めない、タバコギャンブルはしない、実家暮らし。この条件を持った男性を私が作った自己価値診断チェッカーに当てはめたところ、何点になったと思いますか？答えは62点です。これ思ったより高かったでしょうか？もしくは低かったでしょうか？続けていきます。30代後半男性、年収550万円で大卒、容姿普通以下、166センチ初婚、お酒は飲む、タバコギャンブルしない、一人暮らし。この条件の男性は60点です。さっきの30代前半男性より年収は150万円も増えてて、一人暮らしにもかかわらず点数下がってますよね。年齢を重ねるということはこれだけ不利になるということです。3人目、30代後半男性、年収650万円の高卒、容姿普通、167センチ、子供あり別居、お酒は付き合い程度で、タバコギャンブルしない、一人暮らし。この条件の男性は57点でした。10の項目を使って条件ベースで当てはめていくので、正確な診断が可能になっています。プレシアでは活動開始前にこうした自己価値診断を行っていただくことで、婚活市場でのご自身の立ち位置を正しく理解いただいております。合わせて希望する女性の条件も洗い出してもらって、その女性の点数も出していくので、今の時点で点数的に釣り合っているのかいないのかを客観的視点で把握ができるんです。でこれをするだけで一発で高望みか否かが分かるというわけです。この結果を踏まえた上で婚活をスタートするので、当然お見合いは決まりやすくなるというわけです。プレシアで使っている自己価値診断は非売品なので会員さんのみ提供しているんですが、ご自身でざっくり婚活市場価値を確かめたいよっていう場合は、先ほどお伝えしたように自分の点数から20点引いたものが他者から見られている本当の点数だっていうことを把握してください。簡単に言えば、私含めあなたも自分を高く見積もる傾向にあるので、申し込む人は20点低いレベルの女性申し込めば、結果的に自分と同じレベルの女性申し込んでいることになるっていう考えですね。プロフィールを徹底的に作り込み、自分を正しく評価し、そしてそれに見合う女性申し込むだけで、お見合い成立率は少なくとも 3% は向上します。嘘だと思う方はね、すぐに実践してください。必ずお見合い成立率は上がります。30代男性が絶対にやっておいた方がいいこと、その8、自分の価値を高める。自分の婚活市場価値を正しく把握することができれば、あとはもうその中で努力で上げられる価値はもうどんどん上げていくっていう方法ですね。このステップを踏む前に必ず自分の価値を正しく捉えておいてください。ここがずれていると価値を高めるポイントもずれてしまって、努力しても婚活で有利にならないケースも出てきてしまうからです。だから必ずステップ1をクリアしてから価値を高めるフェーズに入ってもらえたらと思います。そして価値を高めるためには、まず婚活男性の平均に近づけるっていう考えを持つといいでしょう。例えばタバコを吸っているんだったらやめるっていうことですね。2024年1月15日時点で検索したところ、男性会員さんの喫煙率は IBJ 会員のわずか 5% ですよ。30代男性だけで言えばわずか 1% っていう結果になりました。この数字からも分かるように、喫煙者は圧倒的少数となるので、果たしてね、女性がわざわざタバコを吸っている男性を選ぶだろうかっていうことを考えた方がいいでしょう。 IBJ 性婚白書でもこの結果は面白いぐらいはっきり出てます。タバコを吸っている男性の性婚しやすさが 58.3% に対し、吸わない男性は 105.3% っていう数字になってます。タバコを吸っている男性は禁煙するだけでですよ、禁煙するだけで自分の価値を高めることができ、その結果性婚しやすくなるっていうわけです。たった 1% のいい条件に該当しているんだったらいいんですが、女性からもう敬遠されるような悪い条件に該当しているんだったら今すぐやめるべきですよね。皆さんはヘビースモーカーの女性と結婚したいと思いますか？
もし同じ条件でタバコ吸ってない女性がいるんだったら、その女性を選びたいと思うはずですよね。なぜならタバコをプカプカ吸っている人はお金かかるし、シンプルにでも煙臭いとか、口も臭そうだし、歯も黄ばんでいそうだし、何より子供が生まれたら悪い影響を与えそうだって、こう無意識にねネガティブイメージが出てくるので、あえてですよ、あえてタバコを吸っている女性を選ぶ男性はいないんですよ。プロフィールを検索する時もタバコを吸わない未チェックをする人も多いので、いくらね、いくら年収が高かろうが、イケメンだろうが、そもそも検索結果に表示されないんで、比較してもらえる土俵にすら上がれておりません。タバコ以外にも、太っているなら平均体重まで減量するとか、同年代男性の平均年収よりもし低いんだったら副業とか投資信託などをして、少しでも年収を増やす工夫をしてもいいでしょう。本業で30万円、50万円増やすのは難易度が高くなるんですが、副業で稼ぐ分には現実的な数字じゃないでしょうか。それに年収380万円の人が副業で20万円稼げれば桁が上がって、プロフィールには年収400万円と表示できるようになります。事実として20万円しか上がってないんですが、300万円台と400万円台では女性に与える印象が大きく異なりますし、年収の桁が上がることで自分自身の価値も高まるので、いいこと尽くしです。親との同居希望についても分かりやすいぐらいの結果出てまして、同居希望希望している男性の成婚しやすさはわずか 30.4% に対し、希望しない男性の成婚しやすさは 108.2% となってます。ちなみに2024年1月15日時点での検索結果では、同居希望の男性は全体の 1.1%、 30代男性に至ってはわずか 0.1% になってます。99.9% の30代男性が親との同居を希望していない中で、たった 0.1% の同居希望男性を女性があえて選ぶでしょうか。私は何もね、考えをねじ曲げて同居希望から希望しないに変更しろ、考えを変えろよって言いたいわけではありません。女性の心理を理解した上で、女性が受け入れやすいような方法で話を進めるべきだと言いたいんですよ。男性は自分の親と一緒に住むだけなので抵抗はないと思うんですが、女性にとって皆さんの両親って赤の他人ですからね。今まで接点のなかったような親世代の他人といきなり一緒に住むなんて考えただけで、もうゾッとするんじゃないでしょうか。もちろん恋愛結婚なら別ですよ。学生時代からお付き合いしてて、お互いの家を行き来し、両親と何度も顔を合わせ、友達のような関係になってたら、いざ結婚ってなった時に家賃も浮くし、子供ができた時に面倒見てもらえるからと、前向きに同居を考えることもできるかもしれません。でも結婚相談所での婚活は少し違います。何万人っていうライバルがいる中で自分を選んでもらう必要があるんですよ。30代で同居を希望している男性はたったの 0.1% ですよ。1000人中1人ですよ。同居希望ではない999人の男性と同居希望の1人の男性がいたとして、どんなメリットがあってね、何が悲しくてたった1人の同居希望男性を選ぶというんでしょうか。私なら絶対に選びません。好き同士になった2人でさえ新婚当初は喧嘩がたびたび起こるんですよ。義理の両親がいたらもっと喧嘩は増えたり、女性側が我慢しなきゃいけないことが増えてストレスがたまるっていうのは、ちょっと考えればね、容易に想像できます。こうしたことを踏まえた上で、改めて結婚してすぐに同居しなければいけないのかを考えていただきたいです。すぐ同居が必要じゃなくて、いずれって考えているなら同居希望と掲載するのは違いますよね。結婚って別に女性を取って親を捨てる行為だとは思わないんですが、どちらかが自分の親との同居を希望するっていうことは、相手の親とは同居しない、自分の親を優先しろって言っているようにも聞こえてしまうので、やはりプロフィールに同居希望って表示するのは圧倒的不利になることは否定できません。30代なら親とはまだ介護の話はしていない方が多いと思うんですが、婚活をきっかけに話す場を一度設けていただくことも重要だと思います。だって同居希望からこだわらない、同居を希望しないに変更するだけでですよ、価値が高まり、お見合いが格段に決まりやすくなるんですから。
このように自分の価値を最大限高めるっていうのは、年収をドカンって上げたり何か一つ大きいことをやればいいっていうことじゃなくて、確実に価値が高まるものを一つずつ改善していくことが正しいやり方となります。ポイントは確実に価値が高まるものだけを変更する点にありますからね。価値が高まらない、もしくは反対に価値が下がってしまうものに対して努力したりとか変更をかけてしまうと逆効果になりますので、努力する部分を間違えないように注意していただきたいです。30代男性が絶対にやっておいた方がいいこと、その9、婚活計画を立てる。婚活は最初から明確な目標とスケジュールを立てなければ、もうずるずると長期化してしまい、気づいた時にはあっという間に3年、5年と経過してしまいます。実際に5年も同じ相談所に在籍しながらも、辞めたら結婚を諦めることになるし、辞めなくても結婚できないし、と、完全に負のループに入ってしまって抜け出せなくなっている30代男性がいるのも確かです。で、そういう方に多いのは、まだ有利な30代前半でせっかく婚活をスタートしたのに欲が出ちゃってね、今まで接点のなかったような高嶺の花めがけてガンガン申し込むことです。当然お見合いが決まりにくく、決まったとしてもプレ交際への進展は 30% 程度で、次のステージに進めず、その間に1歳2歳と年齢を重ねてしまいます。自分は年を取って婚活市場的にはもうどんどん不利になっているにもかかわらず、その自覚がないからか、女性に希望する条件を変えずに婚活をしてしまうんですよね。で、こうなると婚活は間違いなく長期化するので、今まさにそうなっている方は一回ね、立ち止まっていただいて、これから婚活をスタートするよっていう人は、もう最初にバシッと目標とスケジュールを決めておきましょう。わかりやすく、1月1日からスタートしたとして、6ヶ月後の7月1日には成婚大会したいって目標を立てるんです。ただ目標をただただ立てただけでは、婚活をどのように進めていいかが見えてきませんよね。で、そのため大前提として成婚方程式を知っておいてほしいです。一人の女性と結婚するには、申し込み数×お見合い率×プレ交際率×真剣交際率ですからね。この方程式を知らなければ、ゴールを決めて婚活してもスケジュール立てることはできません。また6ヶ月後に成婚したいんだったら、そこからちゃんと逆算して1ヶ月で区切ってやるべきことを落とし込む必要があります。皆さん、ここまではできてますでしょうか？なんとなく婚活を始めて、システムでパパパってね、検索かけてみたら、すごいタイプの女性がいて、もうドキドキしながらその人にポチって申し込んでみたものの断られて、でもせっかくだからタイプの女性と結婚したいって欲が出て、夢ばっかり膨らんで現実が見えなくなって、夢中で今まで接点のなかったような女性に申し込みまくって、結局全員からお断りされて、自分には価値がないんかって勝手に落ち込んで女性を逆恨みしてしまうっていうのは、30代男性の婚活あるあるです。ここでもうこじらせてしまうと本当に結婚が難しくなるんですよね。初めて婚活をする男性は大体この流れをきれいにたどるわけなんですが、それだと時間の無駄になってしまいます。なぜならそれだけで1ヶ月程度は時間を潰してしまうからです。プレシアでは10年のノウハウと1000名以上の婚活を相談を受けた経験から、6ヶ月や1年など短期間で婚活を終了させるにはどうしたらいいかは見えてるんです。皆さん、この方程式覚えてますか？一人の女性と結婚するには、申し込み数×お見合い率×プレ交際率×真剣交際率でしたよね。で、もうこれが答えなんですよ。一人の女性と結婚できるまで、この方程式の数字を最大化させればいいだけなんです。毎月申し込むのが面倒だなって思うんだったら、トータル100人しか申し込まなくていい代わりにですよ、それ以降のパーセンテージを高くする努力をすりゃいいんですよ。仮にね、申し込み100人だとして、お見合い率が 20% なら20人とお見合いできますよね。プレ交際率が 70% なら、そのうち14人とデートできる関係に進展します。真剣交際率が 7% なら、一人と結婚前提の交際ができるっていう計算になります。ただこのパーセンテージ、現実的だと思いますか？婚活をしたことがなければ、この数字が適切かどうかさえももうさっぱりわかんないと思います。で、婚活っていうのは、こう登録した月が最もお見合いが決まりやすくて、それ以降はもう下がって維持となるんですよね。この維持されている期間が本来の正しい数字なので、登録した月のフィーバータイムを当てにしてはいけません。
そして8年間プレシア会員さんの婚活を見てデータを蓄積した結果、こうした現実的な数字が弾き出されました。申し込み数200人、お見合い率 10%、 プレ交際率 50%、 真剣交際率 10%。 これはIBJ のデータじゃなくてプレシア会員さんの婚活データをもとに出した数字となります。だから他の相談所ではまた数字変わってくるでしょうし、全く同じパーセンテージを使った方程式を提示しているところはないんじゃないかなって思います。なぜならこの数字はプレシアがですよ、私が8年かけて会員さんの婚活から算出したものだからです。ただやってみると分かるんですが、婚活って数字通りに進んでくれないんですよ。例えば6ヶ月で成婚したいなら月50人申し込む必要があるんですが、そもそも月10人しか申し込みできない相談所に入っちゃうと50人申し込むだけでですよ、5ヶ月かかるんです。本来1ヶ月でやるべきことを5ヶ月かけてやらなくちゃいけないので、まあ単純に5倍かかるんですよね。6ヶ月で終わらせるスケジュールを5倍かけてやるってなると、まあ、単純計算でも30ヶ月 2.5 年かかる計算となります。この方程式を本当に理解している相談所なら月10人とか20人しか申し込みできないプランって置いておかないはずですよね。ただ、まあ、何度も言うようにこの方程式はプレシアが私が独自で出しているものなので、まあ、他の相談所さんだとお見合い率 20% とかプレ交際率 70%、 真剣交際率 7% っていうことなら、まあ、合計100名しか申し込まなくてよくなるので、6ヶ月で成婚するなら月25人の申し込みで済むとも考えられます。どのような根拠があってその月の申し込みをその人数に設定しているのか、よかったらね、相談所さんに確認してみてください。考えがあってのことで、その説明にあなたが納得できるならその相談所で頑張ってもいいでしょうし、まあ、根拠がなくてね、納得もできないようなんだったら相談所を変えるべきです。なぜなら婚活はゴールを決めなきゃそこから逆算して1ヶ月ごとのスケジュールを立てられないからです。結婚相談所を開業して間もない方や歴は長いんだけどデータを貯めてなく、まあ、行き当たりばったりでサポートをしている相談所さんは逆算ではなく順算式で婚活を進めていると考えてください。正解がわからない時や何をどのくらいの量やればゴールにたどり着くのか数字として明確じゃない場合は、とにかく目の前の数字を追ってもらうっていうやり方になるんですよね。例えばですよ、皆さんが腹筋割りたいとして、腹筋何回やったら綺麗にパックリ割れるか知ってますか？知らないとゴールが見えないまま、もう毎日とりあえずできる回数をこう限界までやるみたいな思考になりますよね。1週間やっても2週間やってもいまいち効果を実感できない、これで本当に腹筋割れんのって疑心暗鬼にすらなってくる。そしてとうとう1ヶ月やったんだけど効果感じられなかったのでやめてしまった。これが順算式のデメリットです。ゴールが見えないから挫折しやすいっていうことですよね。じゃあゴールが分かっていたらどうでしょうか。その道のプロから腹筋は回数じゃないんだと、ゆっくり腹筋感じながらね動かすことで筋肉がつきやすくなるから、1回の腹筋を10秒かけてやりなさいと。そしてその腹筋を1日30回かける3回時間をかけてやりましょう。これを1週間続けると意識が変わり、2週間続けると見た目の変化が分かってきて、3週間続けると力入れると6つに割れるぐらい目に見えて分かるようになりますよ。こんなアドバイスをされたらどうですか？最初と違って3週間やれば腹筋が割れるってそのゴールが明確になっているので、続けるモチベーションになると思います。あ、ちなみに今お伝えした腹筋のやり方は適当に思いついたことを言っただけなので真に受けないでくださいね。順算と逆算の違い、そして継続しやすいのはどちらか、なんとなくお分かりいただけたでしょうか。特に婚活は数字で活動を管理しやすいです。数字を使わずにもう感覚だけでね婚活してたりとか、成婚までの方程式を知らない相談所に入ってしまうとゴールが見えないので挫折しやすく、結果として結婚につながらない活動となってしまいます。それに数字で婚活を把握するっていうのは大前提とした上で、さらにその数字を向上させるノウハウがあるかないかが最も大切であるっていうことも合わせて知っておいてくださいね。方程式やパーセンテージは、まあ、一回お伝えすれば知識としてインプットされるじゃないですか。だからその方程式知ってたりとか、お見合い率は 10% ぐらいなんだっていうのは、まあ、知識としてすぐ入ると思うんですよ。でも婚活はそんな簡単にはいきませんので、いざやってみるとお見合い率が 3% で絶望してしまうことはこれまたよくある話です。じゃあ
その 3% のお見合い率を 4%、5% に上げるやり方を知っている相談所は、これまたどれぐらいいるのかっていう話です。このやり方を会員さんの性格、婚活傾向に合わせて個別にアドバイスすることこそ、本来相談所がやるべきことであって、お金をいただくに値するサポートだと私は考えます。会員さんからの相談を適当に受け流して、ただ悩みを聞いて、最後に、うん、頑張りましょうっていうだけなら、もう小学生でもできます。そして会員さんは、こんな身にならないアドバイスはいらないって思っていることも私は知ってます。だから悩みがあるときは聞き役に徹しますし、改善アドバイスを求められれば、しっかり数字を見て、そして次の一手まで添えて真剣にアドバイスをいたします。お金をいただいている以上、これは当たり前のことであって、その上で会員さんが決めたゴールに対して一日でも早く成功できるよう、滞りなくサポートをしたり、相手相談所とやり取りをすることを徹底しております。会員さんからの相談連絡には1営業日以内に返信するとか、アドバイスにならないようなペラペラな応援メッセージは送らないとか、当たり前のことすら当たり前にできていない相談所もいるので、業界を代表して謝っておきます。本当にごめんなさい。そんな適当なサポートをする相談所なんかに、皆さんの大切なお金を1円たりとも渡したくありませんよね。私が会員ならそう思ってしまいます。だから今お話ししたように、最初に目標を決め、そこから逆算してスケジュールを立ててくれる相談所で婚活をすること、逆算できるっていうことは相談所独自の方程式があるっていうことなんです。たまに IBJ が出している方程式をそのまま使っている相談所あるんですが、 IBJ のデータって直営店、加盟店含む全ての数字なので、参考にはなるんですけど、その通りの結果にはなりません。大切なのは、その相談所の会員さんのデータを元に作った方程式であることです。そしてお見合いやプレ交際率を向上させる施策を持っていることも大切な条件です。見極めるポイントは SNS でそのノウハウを公開しているか否かです。今の時代、ノウハウがあるのに公開しないメリットはないので、公開していないイコールノウハウがない、もしくはノウハウはあるけど公開していないイコールネットに疎く使いこなせていないと判断できます。相談所一つ決めるときでもこんな感じで論理的に考えていけば、入会した後にこんなはずじゃなかった、思ってたのと違ったっていうことにはならないはずです。そこは自己責任となるので、お金と時間を無駄にしないためにも、成功確率の高い相談所で活動することを強くお勧めいたします。30代男性が絶対にやっておいた方がいいこと、その10、1日でも早く婚活をする。最後の砦と思われている結婚相談所に入ったとしても、簡単に結婚が決まるわけじゃないと知っていただきたいです。その証拠に、20代後半男性が相談所に入って結婚を決めるまでの中央値は211日となってます。さらに30代前半男性となると41日増えて252日です。30代後半男性に至っては57日も増えて309日ですよ。それなのに、転勤があるかもしれないからと婚活を先延ばしにしたり、今は忙しいからと一生落ち着かない仕事を言い訳にして婚活を避けている男性がいます。結婚したくないなら婚活をする必要もありませんが、いつかは結婚したいし、自力で無理なら相談所を頼るしかないって考えているなら、1日でも早く相談所の扉を叩く必要ありますよね。なぜなら、先ほどお伝えしたように、29歳と30歳、34歳と35歳では結婚できるまでの日数に大きな開きがあるからです。年齢を重ねるほど相談所の在籍日数が伸びるっていうことは当然なのかもしれません。一歳年齢を重ねただけでって感じるかもしれないんですが、皆さんは女性の年齢にはシビアではありませんか？自分の子供が欲しいからっていう理由だけで20代女性を希望する男性がいるように、結婚後苦労したくないし、苦労が目に見えている人とは結婚したくないっていう理由から、伸びしろのある同年代男性を希望したり、自分より年上の男性を選ぶんだったら、せめて高年収の人がいいわって考えるのは当然のことなんですよ。皆さんが女性にあれこれね求めているのと同じように、女性も男性に対してあれこれ求めてます。そして相手を求める条件は年齢を重ねるほど高くなり増えていくものです。なぜなら、20代前半男性の在籍日数の中央値はわずか176日であり、さらに女性との年齢差は中央値で3歳年上ですよ。20代後半男性に至っても在籍日数は
211日で、お相手女性との年齢差は0歳であることが分かりました。ちなみに20代前半男性は相談所に 0.2% しか登録してなくて、20代後半男性も 4.6% にとどまってます。お相手となる20代前半女性も 0.7%、 20代後半女性も 10.9% です。反対に30代前半男性は 14.7%、 30代後半男性も 21.8% と、20代に比べ圧倒的な登録者数がおります。さらにお相手となる30代女性の登録は最も多いんですよ。それなのに30代男性の結婚が決まるまでに約9ヶ月かかり、20代男性は3ヶ月近く短い約6ヶ月しかかかってないっていうのは、もうどういうことか言わなくても分かりますよね。そしてもう一つ残酷な事実があります。年齢が上がるにつれて成婚しやすい年収も高くなるということです。20代後半男性は300万円以上、30代前半は400万円以上、30代後半は500万以上、40代前半は600万以上が成婚しやすい年収となりました。これを聞いてどう感じましたか？自分は30代前半だけど年収は350しかないってがっかりしている人もいるんじゃないでしょうか。でも喜んでください。これあくまで IBJ 全体の数字であって、これがそのまま皆さんの婚活にカポッと当てはまるわけではありません。中には会員さんに全くアドバイスせず、2年3年と長期間在籍させて幽霊会員にもかかわらず会費だけしっかり徴収しているような相談所もゼロではありません。こうしたレベルマイナス100のような相談所のデータも全てひっくるめての数字になるので、成婚するための方程式やその過程ノウハウを正しく理解している相談所で活動すれば素晴らしい未来を手に入れることが可能です。なぜならプレシアで活動された30代の男性会員さんは IBJ が発表したデータを大きく上回る結果を出されているからです。35歳男性は入会わずか4ヶ月で7歳下の女性と成婚されました。36歳男性は入会わずか3ヶ月で2歳下の女性と成婚、38歳男性は入会5ヶ月で4歳下の女性と成婚が決まってます。プレシアは2013年に結婚相談所を創業し、1000人以上の婚活相談や会員サポートを行ってきました。今までは私の頭の中にしかなかった膨大なノウハウと知見をマニュアルに落とし込んだことで、私以外でも私と同じようなサポートを会員さんへ提供できる環境を作りました。私一人では60名程度の会員さんを受け持つことができなかったんですが、今は5名以上のカウンセラーさんに協力してもらいながら会員さんのサポートができるまでに中の体制がしっかりと整いました。私がプレシアカウンセラーさんにサポートマニュアルを提示して、それを吸収した各カウンセラーさんが会員さんへ木島のメソッドを伝えてくれて、で私は会員さんとカウンセラーさんとのやり取りをチェックし、で気になる点があればカウンセラーさんに伝えたりとか、一緒に今後の活動について相談し、でその内容をカウンセラーさんが会員さんに伝えるっていった流れになります。なんとなくイメージできましたでしょうか。私一人で会員さん受け持つんじゃなくて、ちゃんとねこんな風に組織化することでたくさんの会員さんをサポートすることができました。他社では成婚が叶わなかった方もプレシアに移籍後わずか数ヶ月で結婚が決まったっていう事例もあるほどなんです。これは IBJ も言っていることなんですが、お見合い数を母数としてたくさんの成婚が生まれるっていう公式は変わりません。成婚者は成婚せず退会する方の2倍以上のお見合いをやってるんです。だから結婚を決めるには大前提としてお見合いを決めなきゃいけません。もしあなたが現在婚活をしているのにお見合いが決まらない、さらにお見合いが決まらないのに次の一手としてのアドバイスもくれない、なんならもうスルーされてしまうような相談所で婚活をされてるんだったら、半年以内の結婚は絶望的でしょう。半年どころか1年経っても2年経っても今のままではかなり厳しいです。これはプレシアに移籍してほしくて言ってるわけじゃなくて、事実をお伝えしているだけなので、それをどう捉えるかは皆さん次第です。ただ一つ言えることは、
あなたが頼ってくれるんだったら私たちプレシアはサポートできる体制が整ってますよっていうことです。ですぐに入会しろなんて言いません。今の環境で結婚できる未来が見えない方は一度入会説明会へご参加ください。説明会では私が提唱している6ヶ月成婚プログラムの内容を分かりやすくお話しさせていただきます。申し込みは LINE 友達限定で受け付けておりますので、まだ LINE 登録していない方は概要欄から今すぐ登録をお済ませください。日程が確定しましたら LINE から個別にご案内いたしますので、それまで楽しみにお待ちください。その他、6ヶ月で結婚するために必要な内容を LINE 登録後すぐに皆さんにお届けいたします。あなたが現在30代で結婚したい気持ちが1ミリでもあるなら行動してください。30代が一番婚活しやすく結婚できる可能性も高い年代となります。行動しなければ未来は変わりません。理想の未来を手に入れたいなら変える努力が必要です。変える努力、すなわち今すぐ行動することです。概要欄にある LINE へ登録するっていう行動を後回しにせず、今すぐ行っていただきたいです。これだけであなたが理想とする未来に一歩近づけます。あなたからの LINE 登録、そして説明会へのご参加、楽しみにお待ちしております。